いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデル BMW218i アクティブツアラー M スポーツをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーにしたスリと左リアのアルミホイールにガリ傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約8000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はブラックサファイアメタリック、インテリアはブラックのファブリックとアルカンターラのコンビシートが採用されております。高い実用性を誇る2014年にデビューした FF モデル 218i アクティブツアラーでございます。高いユーティリティ性能はもちろんのこと、こちらのお車は人気グレードの M スポーツでございますので、専用のエアロダイナミクスパッケージや17インチアルミホイールが装着されることで迫力のあるデザインを演出しております。またオートエアコンや純正のハードディスクナビゲーションをはじめ、快適便利機能も満載の1台です。エンジンスペックに関しましては 1.5 リッター直列3気筒ターボエンジンが搭載され、最高出力は136馬力を発揮します。アルミホイールは M スポーツ専用デザイン、17インチのアルミホイールが装着されており、タイヤの山に関しましては前後ともに残り7分山程度となっております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されており、マフラーは左側一本出しのマフラーが装備されておりますので、リアもデザイン性に優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体十分な容量確保しており、後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートは M スポーツ専用のファブリックとアルカンタラのブラックコンビシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されております。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。シフトは6速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードに関しましてはセンターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ヘッドクリアランス、レッグスペースともに広く確保されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2015年モデル BMW218i アクティブツアラー M スポーツをご紹介させていただきました。 M スポーツによるスポーティーな雰囲気はもちろんのこと、後部座席やトランクスペースが広く取られておりますので、シーンを選ばずお使いいただける一台です。また純正のハードディスクナビゲーションやオートエアコンをはじめ、快適装備も充実しております。
お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。